国尾です。本日は2020年4月の29日、えっ、ー、と、椿ファクトリー結成5周年を祝いまして、えっ、ー、と、そちらの映像も見てしまったのもありますけども、今日は椿ファクトリーの5周年を振り返る、そんな日にしたいと思っております。えっ、ー、と、国尾チャンネルは、ハロープロの様々な、えー、トピックスと申しますか、そんなものを毎日更新していく、おそらくそうなってます。 ですので、すのチャンネル登録しながら楽しんでいただければちょっとレスポンスも、ね、しつついきますので楽しくなんじゃないかそんな感じで考えておりますそれでは早速いっちゃいましょうお付き合いくださいではまず5周年ですから2015年のハロプロどんな感じだったかそんなところを時代背景から振り返ってみましょうまずね2015年はこの年の3月3日にベリーズ工房が活動休止 そしてモーニング娘。は道上さゆみが卒業し、福村政権1年目ですね。えー、とあと、アンジュルムは解明されたばっかり、スマイレージからアンジュルムに解明されております。えー、とそして、ジュース・ジュースは、えー、ワンダフル・ワールド・サバサバが初のオリコン1位。そして、初のホールコンが中野サンプラザで行われその直前ですね。で、この時に W2O ツアーというのが、ミッションが発表されております。で、コウシファクトリー。 ウィークエンドサバイバーという舞台を終え演劇女子部ですねそしてまだメンバーカラーも決まってなかったんですけども広瀬がリーダーでサブ,リーーサブリーダーがリオリオになるということは発表されておりましたそれでキュートまだね活動中でございましたキュートはザ・ミトルマネージメント女性中間管理職ガムシャライフ次の稼働を曲がれのトリプル A 面シングルをリリースした直後ですでカントリーガールズ カントリーガールズがメジャーデビューし勢い最高潮でこの時はまだ詩ちゃんもメンバーとして活躍しておりましたそんな感じそんなバックグラウンドが2015年になりますでは、えー、今日ね YouTube チャンネルの方で結成5周年メッセージがあった9人この9人のメンバーを記載通りのところ振り返りながらちょっと一人ずつ自分なりな感じというお祝いの言葉みたいのを重ねていきたいと思っております ではまず最初山岸莉子ちゃん、ね。本人が言ってるのは振り返ると順風満帆ではなく悩んでた時期もあったがメンバーが優しくて救われた。このメンバーでこれからも皆さんに幸せをお届けできたらなと思う。<laughs> えっとそれで一人ずつねあのプロモーションビデオ思い出のビデオみたいなのを上げてるんですね。それも紹介していきます。で低音やけどを選んでます。で理由は、 椿らしさを代表する曲で衣装がアイドルらしく女の子らしく可愛いで皆さんとは SNS でつながってるから動画を見て楽しんでほしいとそういうメッセージがございますで低音やけどねもう皆さん椿知らない人でももうこれは有名な曲になってるかなと思ってますまあ大体有名な曲になってます椿は両曲ぞろいですからねで低音やけどやっぱり振り付けもそうですけども当時いい 椿の勢いがある中で可愛らしい方向じゃなくてちょっと脱皮していくニュー椿みたいのが見れたような曲だった気がしてますねまあその辺ちょっと全部確認したいんだったらリンクにそのまま貼っときますから <laughs> 見てやってくださいじゃあそんな感じで引き続き次のメンバーっていう感じで流していきますで尾形理沙で今だからこそ聴いてほしい曲は just try、ね、津野久さん作詞作曲を強調してました えとね、今伝えたいメッセージが歌詞にあり「とにも書くにもやってみなきゃ始まらない」ねここ言ってますこれからも皆さんと一緒に歩んでいきたい気持ちからとのことでした、ね、またライブができる時までジャストトライ頑張っていきましょうって本人もコメントしておりますねジャストトライはね、えー、と初期の曲の中では意外と飽きのこないこれほかが飽きてるっていうわけじゃなくて すんげえ他の曲は何回もハロコンでも何でも聴くわけよ。ジャストトライはツンク3曲って例えばモーニング娘。だったら心「心体」とかもそうですけど「ノーエウェイがダメっていうわけじゃなくてすっげえ遅れて発見がある曲の一曲です。なんか仕込みが多いっていうのかなあの曲としてね。まあこの場合ここの場合は多分歌手としてのこととか意味をリサマルは届け,あ届けたいんだろうけどまあここを着目してみたら。 2つの見方から聞くと改めて面白いんじゃないかななんて思いましたじゃあ次いっちゃいましょう新沼きそらね私が私でいられる場所これ椿のことを称してます皆さんがか温かく迎えてくれるから立てるメンバーとの出会いは奇跡おばあちゃんになっても仲良く家族みたいな存在でいたいこの世界で生きるからには椿と自分自身を愛したいというようなことを言ってますこれもうちょっと長かったんだけど要約しましたねっ でグループとして今年は挑戦の年にしてチャレンジして嬉しい報告を皆さんにしたいとでいろんな景色を見たいというところから、ね、本人は言っ,て言っているのでそこでお届けしたい曲というのが「気高く咲き誇れと」と、ね「こんなもんじゃないだろう」という歌詞が最近特にいいと思っているとインディーズ時代から勇気をもらっているそんなことを伝えたかったとっいうふうに解釈しました、まあ、これピックアップしてます言葉をね 気高く咲き誇れもこれ初期の曲ですけどうん本人たちの中でまだ迷いというか形になってない椿時代の曲っていうことであんまり間違いないんじゃないですかね6人時代ですもんねだから思いがこうやって5年って振り返るとそこにあるのが木宙だったんでしょうじゃあ続いていきましょう谷本亜美ちゃんねえぶっちゃけ特に重要なことは言ってなかったですけど あのやたら色白で相変わらず綺麗だったからまあ良いでしょうって話です、ね、<laughs> 浴衣姿がみんな可愛いので今夜だけ浮かれたかったを見てほしいとこれねあのー、本当にもう見る方が全てで言ってることはもうみんなと被ってますからでこれだからダメってわけじゃなくてそういうポジションですもんねで浴,衣浴衣姿は本当に可愛かったですねそれはもう今日一日中 見てたんでもう2時からずっと今これ撮ってるのが4時半ぐらいだからずっと見てたんで <laughs> 間違いないでしょそんな感じでいいでしょうじゃあ続いて岸本ゆめのちゃん、えー、ここ5年間は皆さんと一緒に歩んでこれた6年目も皆さんと一緒に刻んでいきたい改めて聴いてほしい曲は「就活センセーション」ね、理由はね最近は切ない曲が椿のイメージだがかっこよくてファンキーでキャッチーな曲で、まあ、これを聴いてほしいということですよ まあ岸もね、僕やったら評価高いんですけど評価とか偉そうですけど最近もいいですよね彼女いいのは前のめりであんまり細かいことを気にしてないところとあと自分らしさで椿を背負って勝負しようっていうなんか気がすごい感じられるってところですねでそれで「就活センセーションも」もなんかああいうリクルートスーツみたいなのなんかハマ,るハマりますよねああいう子就活してそうっていう気持ちになります 新宿はね多いんですよ救急車がオンビロンスアンビ,ラン,アンビランスねまあちょっと話ずれそうだで沖島はこんな感じでしたってことですじゃあ続いていきましょう朝倉ききちゃんね印象に残っている3つ、えー、とライブ9人編成のラ,ライブとごめんなさいグラビアと本人の念願の写真集っていう3つを本人は挙げてますで後ろに写真ったってこういう感じですよ なんかあの見ててくれてたら嬉しいなぐらいなちょっと調子に乗れる感じです話もそうしましょうえっ、ー、と印象に残っている3つですねでライブは9人編成の最初のリリーベでお客さんが来るかな楽しんでくれるかなとか不安だったと言ってますわ、ね、かりますよもうこぞってあちこちから言ってたの覚えてますから、ね、そこからちゃんと椿のファンにしてね今までやってるんだから立派ですよね でグラビア、これはね6人でのオフィシャルブックを指していて水着ドレス制服など詰まっているということをアピールしてました楽しかったんでしょうねその9人編成っていうことに対してすごくポジティブになれたそういうきっかけだったのかななんて勝手に想像しましたであとは本人念願の写真集でこれが高校ラストに出して嬉しかったんだけどもヘルニアで休んだ部分の謝罪と 感謝と両方言ってましたね謝罪はいらないですけどね、うん、まあいいでしょで初恋サンライズが思い出の一曲でセリフに注目して聞いてほしいラストサビ前の本当は私の全てを見せたいのっていうところだと思うんですけどここを注目して聞いてほしいってことでしょね。まあ僕はキキちゃん元気ならそれでいいっすね6年目も頑張ってほしいっすね でそんな感じですであとまた3人でファイナルとしていきましょう尾野瑞穂2015年の4月に自分は研修生に加入し加入当時こんな風になりたいと憧れたグループに入れて幸せだったと応援してくださる皆さんと椿のみんなとで経験できないことと素敵な思い出が宝物だと,ということで春蓮歌を選んでますね聞いてるだけでスキップしたくなる気分が上がる バックはメンバーカラーの桜の折り紙をあしらう <laughs> でバックをこだわったのはキキちゃんとこの子だけですよねで今桜見るには期待がないとなタイミングですけど気持ち入ってていいなと思いましたですねで理由はねあのユリアの簡単だったからではないけどポップで可愛くキャッチーだっていうのはこの当時全部椿に持って帰ってたような気がするんですよね さっきききちゃんが言ってた「初恋サンライズ」とかはめちゃくちゃ何て言うかなハローにとってはつかみのあるスペジェネ的な代表曲になりうる曲だったと思うけどなんか可愛さがより際立ったのが春蓮華だったようなそんな気がしてます。で水お水がこういうこと言うのいいなと思いますね。あと岸門のところの「就活センセーション」は曲だけで言ったら中島拓衣さんがすごく。 2017年ですか新人賞を取った時とかに俺の曲俺の曲って前出ししてたのがなんか面白かったです。卓井さん才能ありますから、ねうんまあそんな感じでしょうじゃあ続いて小野田沙織どんなこと言ってたかっていうと純情センチメントルは表現したいということで夏にぴったりな曲で落ちサビに私のソロがある表情を見てほしい。 で3分59秒の「椿ファクトリー」がとても綺麗意識して見てほしいって言ってるんですけどこれこの動画のまま見たら3分59秒何でもないシーンなんですよなのでこれリンク貼ってるところから飛ぶとえっと思いま,す、ね、まあいい曲ですよねリズムすごく最初の取り方とか多分 DJ 的にやってると入れづらい曲なんですけどだけど なんかね、しばらくこのあとシングルがなくなっちゃうんだけどおかげで印象深い曲になってますねじゃあ最後に秋山真央ちゃんねえ真央ちゃんこれねここに来て言うけどね一人だけ素でなんか可愛かったの、うん、これも確認してみてくださいよでオリジナル6人メンバーに感謝って言ってることもよかったの彼女たちがいるからこそ今がある、ね、今日は6人に感謝する日だと なんかね牧場でバイトしてそうな可愛い服装なんですよちょっとオーバーホールとかみたいな,なんか俺ら世代の典型的な牧場スタイルっていうの、まあ、今のいらないな失礼でマオピンにはなんか最初マオピン曰くなんだけど最初は猫をかぶりなんかコミュニケーションうまくいかなかったみたいなこと言ってたんですよねでそんな時にもともといたメンバーこの6人を指してると思うんですけどが助けてくれて今はアドバイス含め何でも言える関係になったと でそういう話し合いができるおかげで、まあ、自分はダンス面みたいな話もしてたんだけどちょっとしたポイントポイントのところをなんか助けてもらうというより違う角度違う尺度からの見方になってるってことを言ってるんだと思いますどうしてかというとももぴんダンスは結構抜けてるから多分椿の中ではもう僕い一番踊れてると思ってるんでそこをいい気にならずちゃんと聞いていくっていう姿勢でチームワーク作ってるんだとしたら。 超すげえ後輩っすね。超すげえ末っ子。僕、マオピンただ者じゃないと思って研修生時代から見てるんで、そういうふうなあ、ちょっとね、入れ込んだ見方になりました。で、曲、いいですよね。本人も言ってる曲っていう、あ、今、後ろの、<laughs> ちょっと、ディスプレイが落ちたかもしれないですけど、気にしないでください。<laughs> ね、マオピンが何つうかな自分たちの考え方っていうところ、あのー、一つずつ決め,決めかねててじゃなくて、あのー、自分で僕選んでるシーンっていうのがあったと思うんですよ。それは6人選定の中で見ていくと実はたくさんあってでど,れどのシーンがどれだとは言わないけど子供っぽいところをこれ確認していく作業っていうのはこれマオピンはマオピンだけでちょっと撮るよ。 たくさんあって今今日もねまとめきれてないんだでもそれすごく良かったんでまあマオピンの、ね、研修生時代からのところを振り返ってなんてやっていくととっても面白いかななんて僕は思いました、ね、そんな感じだねで曲は意識高い乙女のジレンマを選んでおりますうんまあそんな感じですよまあ今日まとめましょう最後に 2015年の4月の29日から2020年の本日までというところで「椿ファクトリー」大体どんな感じだったかってことになります現場というところでは最初はねうん結構ジュースのファンが流れたの僕よく覚えてるんですよ。だけど最終的には実力可愛さ本人たちが伸びてったところに定着する人たちはそこに残ったような気がしますね。 で挙句スキルというところで言ったらあげくじゃないんだけどスキルというところで言ったらまあ誤解を恐れずに言えばハローの全部の中では飛び抜けた人がいない,ってい,うことでいいと思いいいなととうこで思ますがそのおかげで楽曲ととといいううころの表現という時にに一つなれる、まあ、6人9人ということで考えたとしてもオリジナルメンバーでこれだけやっているグループっていうのはもういないんでそこは。 僕椿注目ポイントだと思いますねあと谷らしい谷というのもキキちゃんが休んでた時以外ではそんなにないんですよ。で僕先ほども言ったけどキキちゃんが元気ならいいと思えるグループなんです。でそのメンバーも全員どこかそういうところを思っていて今チームとしては一つになってますよね。じゃあここが、まあ、この自粛明けと申しますかねそういうところでスタートダッシュどうするかっていうところですよ。 僕ライブハウスの,あの2月22日の新宿レに見れてないんで少しなんか他の番組とか特番とかかとかで見れたのは知ってるんだけどそれぐらいだけなんだよねなので復活後と言ったら変な復活って変だなあのこの自粛明け後のツバキというのは楽しみにしたいそんなことを改めて思った2020年の4月29日でしたまあ5周年おめでとうということで今日はみんなでツバキを振り返ってみるような日にしてはいかがでしょうか そんな感じです。じゃあ、国にチャンネルまた今夜もしかしたらもう一本撮ると思うんで、楽しみにしていてくれたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくね。じゃあ、また。